なんかまたこれからね、大阪でお仕事をする機会も増えるかなと思うので、こうナッツライブをはじめこうやってこう大阪にまた帰ってこれるのがすごい嬉しいし、もちろんリーダーとしてもチームリーダーとしても一アイドルとしても観光大使としてももっと盛り上げていけるように、みんなと幸せをいっぱい掴んでいけるように頑張ります。そう、なんか田舎っぽいねんけど、都会なのよね、都会なんですけど、なんかね、地元に携われるだけでも嬉しいのにさ、こうましてや観光特別大使なんてなれるとも思ってなかったからね。なんかいろんなご縁でこう巡ってきたことなので、支えてくれてる人たちみんなに感謝だし、あと本当にみんなの存在がでかいからね、みんながいないとなんだろう、こんなつかめへんし、あとはこの SKE 推しのファンのみんなの熱さも茨城市の人たちに知ってもらえたらなと思うので、これからまだ何があるとかそんな決まってへんねんけど、何かあった時はみんな応援に駆けつけてきてね。ねえねえ、嬉しい。全然なんか結構なんか地元ですとか近いですっていう人が多くて、お話ししよう、いろいろ地元トークとか。でもさっき嬉しかった、夏ライブ行く時に通過してたとかさ、私もね全然時間あったらすぐ帰っちゃうぐらい大好きな地元やから。しかも昨日出演させてもらった茨城フェスティバルがあれなのよ、もう、まあ、SK 入ってから行けてへんかったけど10年ぶりに行ったんかな、多分行って懐かしいと思いながら、10年ぶりに帰ってきた茨城フェスティバルでこう屋台を見て遊んでた自分じゃなくてステージで立ってるのって不思議やなと思いながら、感慨深かったです。あ、そう、 T シャツもなんかね、茨城フェスティバル仕様の T シャツで、でもその T シャツに合わせて衣装さんが可愛い衣装を、あの10周年の衣装かな、用意してくれて、嬉しい。いつから、でもね決まったのが今月かな、いろいろとなんかやってたのもあるけど、決まったのは正式には7月で、そわそわしてたら早くみんなに言いたい、みんなに言いたいけど、なんかこの言いたいってことが違う、またなんか違う意味で捉えられて、なんか誤解されるのもなって変にねいろいろと思って、ただめっちゃ暑くてもう待ってるだけでさ、もう炎天下やったからさ、日中でもうさ、お客さんたちもさ絶対もう暑いやろうなと思いながら、私ですら暑かったもん。確かに50の節目なのもすごいかもね。何が暑かった？あ、みんなに誘う、だからさ、そう、今何言えへんって言ったことに対してみんながいろいろさ考えるやん、多分いろんなことね、ぐるぐる、だからでも言いたい、でもこれ嬉しいことなんだよなとかいろいろあってもうちょっと言えばかって、もうちょっとあの私の個人的に嬉しい、でも私だけじゃないからね今回、いや全く予想してなかったよね絶対。うん、スタッフさんがもう早速公式のねやつを書いてくれたりして、おさいしまーす、嬉しい。
喜んでもらえて。そうだよ、茨城じゃないかね、茨城だから。そう、関西の人にもね SKE を知ってもらいたいし、反対になんか今応援してくれてる人たちにも茨城ってところを知ってもらいたいし、嬉しい。なんかみんなに嬉しいサプライズができて嬉しい。茨城出身の人もいて嬉しい。なんかこういうね縁でまた握手会トーク会とかでもさ、会話のネタが盛り上がるというか、楽しみ。ありがとう、いっぱいお祝いしてくれて、おめでとうって言ってくれて、なんか団結感じた。で、私以外のファンの人もさ、すごいコメントくれたり、関西出身の人はさ、知ってる人もいたりさ、そう、なんか大学時代とかよく仕事で通ってたとか、そういうの聞くとすごい嬉しい。うん、あ、ちょっといろいろ語るのは今度にします。こんな すっぴんでさ、ちょっとまだ語りたくない。だいぶ語ってたけど、嘘、もう語ってた？やばいやばいやばい、まだこれ、あのこれはあれね、舞台で言う前説、今度あの来るんで。そんな今日はサマーツアー千秋楽です。そうで、今ローラーしてんねんけどさ、結構これこんな風になるからさ、今向かってきてくれてるかな、みんな気をつけてきてね。暑くなろうな、なんか天気良さげで嬉しい。うん、東京には着いてますって。絶対羽田久しぶりに行く、嬉しい。飛行機見えるかな。こういう風にやります。みんな感想もぜひ教えてね。ちょっと昼公演と夜公演が終わった後バタバタしてるから、メールとかさ、送るのがちょっと途絶えちゃうと思うけど、おはちかちゃん、みんなさっきも言ったけど50分になったら教えてね、みんな。あ、ゼップは滑走路の真横くらいにあるの。え、すごいね。そんなさ海辺ってこと。あ、時間ありがって44分。今日は人生で一番悔やの用事があって行けへんって。でも気持ち的には羽田に飛ばすねって。ありがとう。気になるな、人生一番の、なんか人生で一番のさ失敗とか、人生で一番嬉しかったこととかさ、私その質問苦手。一番なんて選べないよ。っていうね。人生で一番っていうことについて語りたい。でも紛れもなく言えること、人生で一番の味方はみんなです。決まったっていう顔、これよく私のファンの人がやってるやつ、真似した。確かに嘘でもエピソードトーク用意しときなんて、ちょっと考えるか。お、新しいサイリウム振るの初めてだよ、嬉しい。よろしくね、見つけるな絶対に、どこいても。これするからみんなハートしてね。これしちゃうかもだけど、たまに。
片思い。セップ羽田まではみんなどうやって来るんだ、何線になるんだ。コーン茶飲んだ、飲みました。ちょっと目薬して、いっ、あよいしょ。京急空港線。気をつけてくるんだよ。目薬さします。こう見えて苦手。大きく見えるとき、これ今日ちっちゃいサイズだよ。いやね、マジで私昨日さ、まあ、楽屋が一人なわけじゃないですか、マネージャーさんとね。で普段は、まあ、ちょっとスイッチ入ってるから一番上っていうね、チームだとね、スイッチ入ってるから綺麗にしてる風で、めっちゃ A 型風やねんけど、ゴリゴリ O 型でさ、すいません私今日 O 出てますって言って、もうびっくりするぐらい久しぶりに荷物が散乱してて、確かに、でも松本さん A 型だと思ってましたって言われて、ゴリゴリ O です。可愛いポーチなんです。これはフラストレーションの MV 行った時に LA で買ったやつで、ビクトリアーズシークレットのポーチで、これ超可愛いけど、もうなんかそろそろ寿命な気がする。かわいいポーチです。あと3分、ありがとう。2分。みんなかわいいポーチやったらちょうだい。かっこいいよね、肩書きかっこいいよね。よいしょ。急に見てて長持ちいいけど、いいの使いなさいよって言われた。いいものねください。あと1分だ。 ありがとう、みんな朝から見に来てくれて。めっちゃすっぴん。でも見て、髪の毛暗くしたんだよ。して前髪も作ったけど、どっちもいける。頑張ってきます。2公演2公演楽しもうな。来てくれる人気をつけてきてね。みんな見つけるからね。見つけるよ、よろしくね。2公演自分の限界をみんなで超えような。鼻かゆい、さっき鼻血出た。おろ最後に爆弾発言していく。バイバーイ、行ってきます。サマツア来てくれる人感想つぶやいてね、見るからね。行ってきます。行ってらっしゃい。あ、配信間に合ったって来てくれたけど終わります。
バイバーイ。